皆さん、こんにちは。広島市現代美術館のゲンビニャンだにゃ。あれ？美術館からイノコの声が聞こえるにゃ。ゲンビの長期休館まで50日前のイベントなんだにゃ。みんなで願い事の短冊を書いているにゃ。よく見ると、短冊が入ってる箱がチラシでできているにゃ。今回は、厳美の昔の展覧会のチラシを切って、編んで、カゴやエコバッグを作るにゃ。題して、簡単、チラシの編み物。材料はこちらだにゃ。チラシ、色紙、のり、カッター、ハサミ、カッターマット。最初は基本の編み方にゃ。台紙になる色紙に切り込みを入れていくにゃ。1センチくらいの幅で同じ幅になるように切っていくにゃ。次にチラシを細長く切るにゃ。切ったチラシを切り込みを入れた台紙に通していくにゃ。切り込みの下にくぐらせたら、次は上から通していくなど、交互に繰り返していくにゃ。最後にはみ出た部分を切って、のりで留めたら出来上がりにゃ。綺麗な市松文様になるにゃ。今度はお家にある紙袋に編み編み模様を入れていくにゃ。紙袋に切れ目を入れていって、さっきと同じように細く切ったチラシを編み込んでいくにゃ。今回は切れ目の幅を変えてみたにゃ。チラシも裏と表でも模様が違うから面白いにゃ。紙袋の色とチラシの色の組み合わせを考えてみるにゃ。丸い形にしても可愛いにゃ。次にチラシを編んでカゴを作るにゃ。まず同じようにチラシを細長く切るにゃ。それらを交互に編んでいくにゃ。4本ずつ編んだら、紙が動かへんように端っこをのりでつけるにゃ。ここがカゴの底の面になるにゃ。カゴの横の面になる部分を折って立ち上げるにゃ。そこに横糸としてチラシを編み込んでいくにゃ。途中でチラシが切れたら、のりでついで足してにゃ。ぐるっと一周したら、上の段に紙を通していくにゃ。下の段と上の段の模様が交互になるように確認してやってみるんやで。一番上まで来たら、余った部分を折り込んで、のりで貼っていくにゃ。バラバラにならへんようにしっかり留めるんだにゃ。いろんなチラシを使って色の組み合わせを楽しんだり、切り込みの位置を変えることでいろんな形を作ってみてにゃ。ゲンビニャンも編み編みバージョンになってみたで。ほなまたにゃ。今、広島市現代美術館では、これまでの展覧会やワークショップのチラシを自由に持ち帰ってもらうコーナーができているにゃ。派手なチラシとか面白いデザインのチラシがぎょうさんあるから、ぜひ見に来てな。